地価の上昇率が東京で1位になったのは日本有数の観光地浅草です。その主な理由はインバウンド景気の復活。浅草寺の参道である仲見世通りは外国人観光客に大人気のスポットです。仲見世通りの周辺では商業地の地価上昇率において東京都の1位から4位を独占。1位の上昇率は 11.9% と急増しています。浅草の天ぷら店では外国人客の復活を歓迎しています。コロナ前には日本のソウルフード天ぷらを求めて世界中からリピーターが来店していました。徐々に戻ってきてますね。多い時はもう8割ぐらいは外国人で埋まる時もありますし、英語とか中国語には対応できるようにもしてあるんで。西浅草エリアには外国人客に絶大な人気を誇るかっぱ橋道具街があります。全長800メートルの通りには食器や調理器具などの店がおよそ150軒連なっています。今日取材をすると様々な国から外国人観光客たちが押し寄せていました。15分前に着いたばかりだけどすごいです。他にはないものがありません。私のコレクションに加えたいものがあるんです。今月初旬に来日したというイギリス人親子。とてもいいまな板を買いました。母国での料理のため父親のティムさんが買ったのは、プロの料理人も使う木製のまな板。輸入材のヒノキなどを使い本場岐阜県木曽の職人が仕上げたお買い得品です。4620円です。とてもいいアドバイスをもらいました。いいまな板です。イギリスではこんなにいいまな板を探すのは難しいです。娘が東京大学に通っていて、東京に来たらかっぱ橋に来るのがいいと教えてくれたんです。店主はこの1年の劇的な変化に驚いています。 70% ぐらいが外国のお客さんに来て、それで日本のこういうキッチングッズなんですけど、とてもクオリティ高いんでね、それでそれを狙って買いに来るお客さん多いです。はい。インタビュー中にも自分の店に来てくれた外国人客が目の前を通ります。外国人戻ってきたのは早かったですよ。日本人が戻ってくるより早かった。閑散としてたもん、コロナの時はもう死の街みたいになってた。コロナ禍では営業を自粛していた店も多く、窮地に追い込まれていたかっぱ橋道具街でしたが、去年10月に水際対策が緩和されるとすぐさま外国人客が続々と来店。番組でもその様子を伝えてきました。イギリスから来た家族、息子のピーターさんがどうしても買いたいものとは。趣味でたくさん料理をするんです。自宅には日本の包丁が4本あって、もう1本欲しいんです。クオリティが高い日本の包丁に魅了され5本目を探しに来たといいます。2時間かけて複数の店を回り16,500円の包丁を購入。野菜を切るための包丁を買いたかったんです。これで料理するための包丁が全て揃いました。